皆さんこんにちは。やっぱりまだまだ暑いですね。やっぱ暑い時は冷たいもので、今日はね、もう我が家でも1週間に2回ぐらい出るのかな、冷やし中華を今日は作りたいと思います。世の中にまあ本当にたくさんね、ラーメン屋さんあります。その中で、ね、冷やし中華も出てきますけど、やっぱこれね、タレのねバランスだと思うんですね。そこを気をつけるとこんな美味しくなるのかという、私が気に入ってる配合のね、冷やし中華のタレで、皆さんに寿司味わってほしいというかな、まあ、それを作っていきたいと思います。じゃあ、食材を、紹介します。まずタレの方、これはね、だし、まあ、今日はチキンブイヨンとですね、だしの素をちょっと両方割って、でこれを、まあ、300cc 用意しました。あとこれ醤油、酢、それに塩、これ砂糖、それで後から入れるごま油と生姜の絞り汁ね、これで作るんですね。まあ、あとはいりごまをこう半ずりにしてね、こう入れたりとか、それも美味しいです。まあ、とりあえずまずこれで、作ります。あとは今日は生麺ですね。で、上に乗っかる具材としては、まあ、きゅうり、それから、まあ、ハム、それから得意の、カニカマもね、それからもやし、それから、まあ、薄焼き卵ですね。こんなもんですね。でまずタレをね作りましょうね。この酢と醤油とですね、それから砂糖と、それから塩、これを沸かして、で冷まします。でごま油と、生姜の汁は冷めてから入れます。で沸いてる間に具材をね、具材がたくさんのうち風です。さあ、で、ここに仕上げをします。
マスタードをね、ちょっとこれ溶かしながら食べると美味しいと思います。いかがでしたか。ちょっとこれは我が家風ですからですね1週間に2回食べても3回食べてもですね、飽きなくて食べられます。ぜひ皆さんもね、試してみてください。本当今日もありがとうございました。